リクガメのまさこレイディオ。わさこレイディオ。わさこレイディオ。はい、終わりましたね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ねえ。お疲れ様でした。いやー。何がなんだかね、まだ分かってへんもん。分かってない今マジで。始まる前も分かってなかったけどな。言うとった通りになりましたね。そうだね。なんか、なんかまだ分かってへんけど始まんねんな言うたら、終わった後もわけ分かってないと思うよって入り時間に言ってたんやけど、いやでも俺は疲労感はすごい今日ワンマン、ワンマンぐらいもう、ね、ずっと出てたもん。ずっと出て、ずっと突っ込んで、ずっとなんかいてました、ね、ずっと突っ込んでる今日ねえずっとこの人、私生活でも突っ込む人やから。一日突っ込んでた、疲れ、ね、オフの突っ込みとオンの突っ込みでずっと今日かわいそう、本当に俺今日今井ワンマン。でも今日やって思ったのは、うん、俺はギュンとはコントやりやすいんだなと。うん、なんかやりやすそうやった。あ、でもうちもそれはもちろん、もちろんうちもやりやすい。ギャンとのコンビはすっごいやりやすい。あ、よかったですね、うん、全く正反対なんでしょうね。ライブ中呼ばれて突っ込んでた時はすっごいドキドキしてでしょうね。そう、全然分からんってなって。曲中に突っ込み続けるってやったことないでしょ。こっちも初めてのなあれやったから挑戦というか。でもやりたかったの、やりたかった、やりたかった、マジでやりたかった。曲中に敵役でも良かったんじゃない。めちゃくちゃ良かったです。めちゃくちゃ評判いい。あ、本当に良かった。良かった。ほんまに良かったな。良かった、良かった。やっぱボイラーってツッコミがいるとなんか良さがやっぱね、うん、増すところあるから。やっぱりそうね。ギューンのボケはツッコミがあればすっごく輝くと思う、今日やって。うちはその輝きなしで多分今までやってきたんですよ。そう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 、うん、ツッコミをしたらいいんだよ。だからツッコミ、いや処理できないんですよ、うん、あ、確かに。マイ3レベルじゃないと。変化球がさ、そう、変化球しか投げないでしょ。そうそう、カーブみたいな変化球だったらいいのに、なんか何の食べたいの。それは何の変化球っていう。でもな、うん、よういなしてたな、うん、思って。いや、いなしてましたね。でも、まあまあまあ、突っ込むとしたらショーンしかおらへんと思うんやけど、うん、どうもボケやから、うん、天然ボケやから。うん、でも、とりあえず、拾ったら。え、でも今日のライブ中もさ、ショーン君とか結構突っ込んでるじゃん。今日珍しい。あ、珍しい、珍しい。珍しい。いつもはほんまに、放りっぱなし。うん、言って俺、言って俺も、ちょっと、影響されてたっすけど。ああ、だからポコチンと一緒で影響されてツッコミをしなきゃみたいな。ツッコミに行ってたわ。うん。よう考えたらうち、うん、まあほんまに今日なんか特にマジでちょっと何も考えんとずっと喋ってたし、なんならいつものボイラーでもここは一応考えていこうみたいな、うん、おいしやの下りとかも完全にすっぽ抜けてて。うん、あ、でもうちも。そういえばみたいなとか。うちもそう、本当に。そう、そうですね。のネタはよりそうそう、とりあえず。そういえばみたいなこととかも。自分でやるやつやんなきゃって。全部見切り発車で乗り切ってた時に、うん、なんかあれ何今も頭真っ白なってるけど、うん、あれ今うち何を思ったの。いや知らない。怖い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 。今こうラジオのことも忘れてたわ。撮ってます。うん。そうそうそう、そうなってた。なんでそうなってたって聞いてる。あれちょっとちょっとって、ほんまにごめんごめん。全然頭おかしなったわ。じゃあよ。いや、相当だから体力使ったってことでしょ、今日は。そうですね。それはそうやな。使った。うん。あ、そうそうそう。だからそういうのとかを、多分、うん、一番そういうのって放り出したらあかんのよ、ショーン。まあまあ、俺が最後の時に。そうそう、うちが、うちが、何も、その、考えんと喋ってるやつって、多分、世の中で一番ほっといたあかんものなのよ。っていうの、今日すごい思ったわ。今、遅いな。今日すごい思った、それ。それ気づくの遅いな。うん。いつも、なんか、ずっとそれで生きてきたから、それが当たり前やと思ったけど、今日スケジャイを見たりとか、スケジャイに突っ込まれたりとか、してる時に、あれ？こんな生きやすい世界なんだって。いや俺この世界ってでもはさ、今日のノッソノッソなんだ、歩き、うん、だ抜きだっけ、うん、あれの
コント、俺は考えてないじゃん、あれ。うん。あれ、ギュンが考えてってなった時に、うん、なんかで突っ込まなきゃいけないってなった時に、こんな疲れる仕事はないと思ったもん。突っ込みで。でだから、ショーン君がもしやるってなったら、体力ゲージがガンガン削られると思う。確かに。ショーン突っ込みたくないしな。いやし、なんか。カーブを投げる練習すれば。カーブだから、そのボケ。カーブならいい。ああ、なるほど。カーブなら、そう。あ、なるほど。わかった。そこまでに抑えるわ。ナックルボール。そこまでに抑える。ナックルボール。そう。そうするか。そう。わかったわかった。うちもちょっとリミット、決めとくわ。そう。たまに、野球やろうって言って、じゃあ、サッカーボール持ってくねみたいなことやりたいから。そういうことか、そういうことか。でも、正直、うち、その、ノッソのサルキダヌキの、あれって、今までもずっとそうやけどさ、コントやと思ってやったことが。あれコントじゃないよな。もう全員メンバーもおかしいわ。なかったから。コントじゃないよ。だから、入場やもん。あ、入場やし、その一個の音楽やと思ってるんですよ、ね。音楽というか、なんて言うんだろう。その、一つの、そうね。芸術みたいな。芸術みたいな。そう、だから、そうか、うち今までやってたんだけど、コントな、やったんかなって。いや、でも、だから、それはツッコミがいて、成立してるんじゃない、うんうん、あ、そうか。ツッコミがいたら、今日はコントって言っていいんだ。今日はコント。今日はコント。そう、今までその概念でやったことなかったから、なんか、なんか勉強になったわ。え、今まで誰をどうお客さんが見てたの？のっそのそゆっくり。あ、登場ですから、ただの。ただの登場で。登場をめっちゃ時間かけるみたいな。そう、めっちゃ時間かけて。でも、今までは曲やったりとかもしてたから。あ、そっから。うん。あ、なるほどね。やっぱうちら基盤はやっぱ音楽やったけど、ほんまに基盤がお笑いなんやなっていうのをすごい感じたの。そうそう、いや、俺たちはね、基盤お笑いですけど。何の、それっぽいなんかこう流れこんな感じですとか言ったら、あ、コントの台本ありがとうって言って、これコントの台本やったんや。みたいな。わさから採点をそういうものと認識してる。コントじゃないですからね、あれ。全部。そうです。音楽やんね。いろんな国からの。の音楽。音楽っていうイメージで。アーティストが来るよっていう。本来そう。俺たちは全部なんかお笑いにしようみたいな。コントにしようみたいな。すごいね、生粋の生徒派ロックバンドとコミックバンドが。コースケと。いやいやいや、どこが生徒派。そうなんです。だいぶ寄せに行きましたから。今日、ね。今日。無理してね。無理して。あいつは生徒派なのに。ふざけんなよ。ふざけんなよ。ふざけんなよ。ボサノバしか弾かれへん。でも、今日最後の3曲とかってなんか、はいはいはい、ね、あの、他が変な曲って言ったらあれだけど。まあ、わかる。言わんとしてることはわかる。なんて、あれいいね、あのパターン。あのパターンでもうちら、これお互いやと思うけど、結構うちらほんまあんなパターン。結構そのパターンある。うん、わあ、だから俺もだから。めっちゃ多いし。さあ、対バン多くなったけどさ、うん、そんなにだからそのパターンを見せられてないのよ。だから。そうか。でもカメフェスとかもでも割と。まあまあまあ、なんかフェスとかってなると、あ、まあまあ。なんつうの、そういう攻め方するだろうなっていう。はい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 。まあ。今日みたいな時とかやられて、うお、すげえってなっちゃうね。うん。でも、ほんまは、その、今井さんに突っ込まして、うん、2曲突っ込まして、うん、まだもう、わっさわっさなってるやろうから、うん、なんか、いや、その後にどんな空気で真面目な歌やんねんっていう、うちの中での若干ボケでもいけるかなっていう組み方やったけど、うん、ほんまにエモなってもうて。ちゃんと。よかったすごい。めちゃくちゃほんまにエモなって、うん、まあ、ほんま幸せやって今日。あ、今日すげえ楽しかった。うん、スケジャイと、うん、なあ、なんかもうほんま幸せやった。また やりたいし、また俺すぐ採点やりたいと思う。何採点？あ、採点？採点。採点めっちゃやりたい。好きですか？うちらもあれ楽しくて。でも準備とかすごい時間かかるから。本気でやろうと思えば、うん、メガネ屋俺多分30分ぐらいできる。うちも全然できますね。全然できますね。一番楽でしたよ。楽だよね。楽やろうな。一番楽。適当なこと言ってるだけやろ。そう覚えることもないし。アドリブで適当なこと言ってるだけやった。うん、それでいいんだっていう。全然あれで、あれ面白かった、うん。メディスンボイスだけで全然ダメ。いやいや、それ、そういう役割もいるでしょ。そうそう、あんな滑った。あれはあれで見たかった、ああいうの。ああいうの、ああいう人。あれは必要。ああいうのも必要だ。うん。いや、朝から祭典マジおもろかったな。面白い。普通に面白い。ガチコントマジでガチでしたね。えガチコント。最後のやつね。あれは本当キングオブコント出たいと思うぐらいのガチ。いや、あれ出れるでしょ。出れるでしょ。出れない。いや、やっぱ、キクティさん、ほんま、うちのやつも使わせてもらったけど、やっぱ、キクティさん、ほんまええキャラ持ってますよね。キロだよね、あいつは。うん、どんなキャラになってもおもろなるん、すごいな。あ、でも面白かったな。今度
マイベスとかも入れてやろうよ。やりましょう。あいつら。おもろなりそうやな。二度と。嫌がりそうだから。嫌がりそうやな。絶対嫌がるやろ。絶対嫌がるやろな。絶対嫌がる。目に見えるわ。コージとか入れて。いや、悪い顔してんで、今、今。コージ谷を入れて。コージ谷、だったら確かに。谷とかもな。意外とな、おもろい顔してんのに。なあ、もったいないな。もったいないよな。そうそうそう、顔おもろいのに。顔おもろいのにな。顔おもろいのに。なあ、喋りもな、おもろいのにな。面白いね、うん。どんどんそんな使ってあげてください。え、谷人うちの、うちの谷を。あ、もう。もうどんどんボイラーのものなんですよ。マイベスはそう。怒られる怒られる。怒られる。パンク好きな人の怒られる。怒られる。やめやめやめよ。いやでも楽しかった。いやいや本当勉強になりましたよ。いやいやいや。勉強になったね。ねマジで。いや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 。一緒にやってこうよ。一緒に。朝コラ祭典で天下取ろう。朝コラ祭典やりたいですね。天下取ろうこれで。やりたい。来た人結構今日面白かったと思うの絶対。いやほんま間違いなかったと思いますよ。うちもほんまその意気込みで。ね絶対面白いじゃん、うん。間違いなく他で見れんっていうのはもう断言できたから。うんうんうん、そうだね。うんうん、だって、うん、あの A ライブってもちろん今日全員したと思うけど、うん、他の場所でも、うんうんうん、A ライブってめっちゃ見てきたと思うからお客さん。うんうんうん、やけど今日のリーフルームのって10年に1回見れるかみたいな、ね、事件。事件。事件だもん。だから、うん、うちそういう方が、やっぱこう、センサーを働かせてお客さんに、うん、うん、人生をね、楽しくいってほしいですね、うんうん。こういうところ。確かに。恐れず来てね。うん、そうね。うん、恐れた人いるかな恐れて来なかった人いるかないやでもちょっと巻き込んで、巻き込まれるっていう恐れはあった。うちら結構お客さんにやらしたりとかも今までしてたから、今日は一切そんなことなく、まあ、優しいショーでしたけど。そうだね。うん。いやでも今日来た人絶対正解だと思う。絶対正解でした。ね、本当に皆さん思いの丈をね盛大にね、はい、打ち込みしてください。そうですね。はい。で、スケジャイさんはライブね、はい、まだまだありますよね。ありますね。次のライブ。12月4日に、新宿マーブルで昼間。4日ね。昼間ね。スリーマン。あ、昼間ね。はい、あ、じゃあそれを見てから、名古屋に来てそうだね。うちらのマイベスとの。間に合うかな。やつでね。いけるいける。いけるね。間に合うね。間に合う。いいはしごだ。すごいね。ほんまにやる人おりそうやし。うん、ちょっと、ね、一人か二人はおりそうやし。その流れいいね。何か思い当たる、ね。思い当たる節はありますけどね。やっぱりね、これからもお願いします。よろしくお願いします。ね、ラジオのね、準レギュラーの今井さんでした。ね、ありがとうございました。ボイラーは次、11月26日に池袋アダムでライブですんで、よろしくお願いします。はい。おなみなさん。まさこらさっさっさもう覚えてもてる覚えてる